もしよければ、キリュウさんについてきてほしいなって。ああ。なるほどな。そういうことならお供しよう。ありがとうございます。あ、ここでようやく外ね。なるほど。昔の仲間がいるってのは、この辺りなのか？ええ、確かこの辺のはず。あ、マスミちゃん。マスミちゃん？あ、ほう、あいつか。ん？なんだか揉めているみたいだぞ。え？伝わっていたもの。ツンツンした態度でヘルプ入られても困るわ。つか、お客に失礼じゃね？きゃ、お客の前で転ぶわ。私に喧嘩吹っかけるわ。ほんと、何考えてるの？転んだのはあなたが足を引っ掛けてきて。ちょっと、ともみがわざと足引っ掛けたって言いたいわけ？冗談言わないでよ。私がそんなことするわけないじゃん。くっ。揉めてるね。いい加減、ごねるのやめたら？あんた新人なんだからさ、出しゃばんないでよ。ごねるって、私はただ、きちんと仕事がしたいだけで。ちょっと、何その言い草、まるで私たちがサボってるみたいじゃん。だって、実際みんなサボってるじゃない。ちょっと、なんならあんた、新入りのくせに超ムカつく。つうか、噂で聞いたけど、あんたも前の店じゃ同じようなことをしてたらしいじゃん。なのに偉そうに何言ってんの？バレてる。はっ。ああ、もう何も言えない。ほら、なんか言い返してみなさいよ。確かに、私は前の店で同じようなことをしました。真面目に頑張って評価されてる子を悲観で、足を引っ張って最低だったと思う。ああ。でも、その子がいなくなって気づいたの。自分がいかに情けないことをしていたか、今でもずっと自分のしたことを後悔してる。ますみちゃん。だから私、決めたの。これからはあの子みたいに、かなみたいに、どんな環境でもめげずに真面目に頑張ろうって。ますみちゃん。何こいつ、熱苦しく説教してきて超うざい。おう、ともみ、どうした？頭悪そうなやつ来たな。あ、まさるくん、なんかこの子がともみの悪口言うの。何？超ムカつくんだよね。ちょっと懲らしめてやってくんない？おいおいおい。おう、仕方ねえな。おい、拳を合わせるな。やめて。あ、かなちゃんいた。やめてください。かな、何をあんた。私はカナ、マスミちゃんの友達です。マスミちゃんを傷つけるのは私が許しません。カナ、何こいつ、熱苦しいのが二人にひぼえたわね。マサルくん、こいつもやっちゃってよ。おお、なかなか可愛いじゃねえか。痛みつけた後何してやろうかな。へへへ、下品なやつめ。おお、いけるか。女の喧嘩に男が手出すもんじゃねえぜ。キリュウさん、あん、誰だお前は。まあ、ボディーガードってところだ。こいつら二人に手出すってんなら、俺を倒してからにするんだな。はい、任せとけ、喧嘩は。へっ、面白い。なら、てめえをぶっ倒して楽しませてもらうぜ。バカ野郎、俺が楽しむんだよ、この野郎。楽しむって別にそういう意味じゃねえからな、この野郎。あ、待て、やっべ。お前は、なんかできるか？なんもできないんかい。よいしょ。じゃあもうこれで終わりだよ。終わんないのかい。よいしょ。よいしょ。さよなら。バカな。嘘。マサルが負けるなんて信じられない。こいつらにまた手あげるようなことをしたら俺が許さないぞ。わかったな。はい、すいませんでした。あ、ちょっと待ってよ。キリュウさん、ありがとう。まったく、一時はどうなることかと思ったぜ。えへへ、ごめんなさい。カナ、マスミちゃん、大丈夫？怪我はない？カナ、本当にごめんなさい。私、本当に恥ずかしいことしてた。かなり全部押し付けて、勝手に腐って、迷惑かけて。許してほしいなんて言わない。ただ、謝らせて。うん。マスミちゃん、いいの。え？マスミちゃんが私の気持ちを分かってくれた。それだけで十分だよ。私の方こそ、謝ってくれてありがとう。かな。へへ、なんか暗くなっちゃったね。そうだ、いいこと思いついた。マスミちゃん、握手しよう。いいこと？え？握手？そう、仲直りの握手。私たち、すれ違っていたけれど、歩み寄れなかった私にも悪い部分はあったと思うんだ。
だからお互い罪を認めて仲直り、握手してちゃんと友達になろう。だ罪とか言うの重いけどな。間違いとかでいいんじゃない？カナはそれでいいの？もちろん、マスミちゃんは私のことまだ嫌い？ふぅ、カナって本当に大物だね。カナ、ありがとう。友達になってくれる？もちろん。はい、握手して仲直り。ふっ。よーし、それじゃあ今日は仲直り記念でご飯食べましょう。カナ、もちろん私のおごり。え、ご飯？いいの？マスミちゃん？うん、そのくらいさせてよ。何が食べたい？めっちゃ食うぞ、大丈夫か？うん、じゃあお寿司。わかった。わーい、お寿司お寿司。おい。気をつけろよ。え？何をですか？カナはめちゃくちゃ大食いだ。この前は寿司を200貫怒らされた。やばすぎ。え？嘘でしょ。大トロ、大トロ、イクラ、ウニ。大トロ、イクラ、ウニ、200貫。あれ？マスミちゃん、どうしたの？ごめん、やっぱり大食いはなしで逃げた。え？ちょっと待ってよ、マスミちゃん。友達でしょ？ふ、やれやれ。友達ってのは大変だな。あー、終わりましたね。なるほど。これで終わりなんかな？どうなんでしょうか？はい。じゃあ、改めてリーグ頑張っていこうかな。ついに、アイカさんにも着きましたね。ちょっとアイカさん行きますか。あ、キリュウさん、今日暇？ん？どうかしたのか？暇なら、この後飲み行こうよ。アイカに飲みに誘われたが。いいだろう。いいだろう。飲みに行くか。うまい店に連れてってやる。お、キリュウさん、ノリいいじゃん。超嬉しい。さあ、アイカさんとはどこに行くのか。あ、お寿司ですね。あ、ああ、かっこいいですよ、アイカさん。アイカがフォーシャインに入ってからしばらく経ったと思うが、どうだ？フォーシャインには馴染めたか？まあね、スタッフは大体覚えた。いやー、でもマジで店移ってきて正解だったよ。みんな仕事熱心だし、刺激的じゃん？そうか、それはよかった。これからもよろしく頼むぜ。うん、じゃあそろそろ飲もうか。おう。ここ超うまいんだけど。うん。さすがキリュウさん。あ、こんな喋り方なんですね。お酒が進む。普段から酒はよく飲むのか。うん、プライベートでもよく飲むよ。一人飲みよりは誰かと飲むのが多いかな。あ、そうですか。それだけ飲む機会が多いってことは結構酒も強そうだな。うん、まあね。でもそれ言ったらキリュウさんも相当強そうじゃね。あ、そうだ、せっかくだしどっちが先に酔っ払うか勝負しようよ。面白そうじゃん。ギャルのノリだな。酒をガンガン持ってこい。アイカを潰すわけにはいかない。もうすでに酔っ払ってるんだ。まあこんなもんガンガン行った方がいいでしょう。いいだ、今日はとことん付き合うぜ。ガンガン酒持ってこい。マジで？さすがキリュウさん、ノリいいね。そういう男気ある人超好きなんだけど。俺に勝負を挑んだことを後悔させてやるぜ。はい、評価爆上がり。キリュウさんとは楽しくやっていけそうだな。それはよかった。普段からガンガン飲んでるみたいだが酔いつぶれたりはしないのか。うん、最近はないかな。でも昔は結構酔いつぶれて記憶なくしたりしてたよ。してそう。記憶をなくす？うん、目覚めたら知らない場所にいたり、あと電柱に抱きついてキスしてたこともあったし。やば。抱きついてキス。そんなに重く受け止めるなよ。女なんだから気をつけろ。今日は絶対酔いつぶしてやる。俺も電柱になりたい。何、まあこれ面白いですけどね。女だから気をつけろはまあ別に、なんかこの人には刺さらなそうです。俺も電柱になりたい。俺も電柱になりたいぜ。よっしゃ、超面白
いね。言ってくれたらいつでも抱きつくよ。あ？あピってくるなマジで。いや、やはりやめておこう。もう脈ありだぞ。あ、キリュウさん照れてんの？結構ウブじゃん。可愛いし。え、すっげがすごいな。前の店と比べて、フォーシャインはどうだ？結構違うものか？どうだ？だいぶ違うよね。女の子がみんな楽しそうにしてるところが一番でっかい違いかな。でっかい違い言い方よ。だったのか。楽しそうに見えたか。確かにね。もちろんお客さんと飲むのは楽しかったし、悪いお店じゃなかったとは思うよ。うん、神崎がな。でもノルマだの売り上げだのいろいろ厳しくてさ、無理やり盛り上げて飲ませる的な指示も多いし。ああ、そうなんか。なるほどな。愛花の性格だとそういうのは気に入らないかもしれないな。そうだね。私こういう性格だから嘘とかつけないし、自分の気持ちに正直でいたくてさ。いいことだと思います。もっと変な縛りにとらわれずに自由に純粋に楽しめる場所がいいなって思った。そのメンタルは見習いたいですね。社員はすっごいやってると思う。店長もマジで素敵だし。あ、ビってくるんですけど。確かに素敵だな。ずっとうちで働いてほしい。自然体で働いてくれ。もうどれでも良さそうですけども、ずっとうちで働いてほしい。てくれてるなら、ずっとうちの店で働いてくれると嬉しいんだ。これは嬉しいでしょ。え？あ、ごめんごめんごめん。そうやって縛られるのやだ。ミスターミスターミスター、会話ちゃんと聞いて。最悪だ。自分の感情に素直でいたいんだよね。だから辞めたくなったらきっと辞めちゃうと思う。クソ、全部が良かったわけじゃないんだ。自分の気持ちに嘘ついてまで店に勤めるのは間違ってると思うし、お客さんにも失礼だよね。あ、ごめんなさい。そうです、その通りです。そうかもしれない。すいませんでした。だから桐生さんには私がずっと勤めたくなるようなお店を作り続けてほしいな。あ、ありがとう、ナイスフォロー。そしたら私一生辞めないと思うよ。うん、ああ、頑張るとしよう。間違いだ。なんで愛花はキャバ嬢を始めたんだ。うん、なんでだと思う。なんででしょう。ただ酒を飲むためか。違うし。まあ違うとも言い切れないけどさ。冗談だ。で、本当のところはどうなんだ。うん、転職だからかな。かっこいいです。ん、私はもともと裏表ないっていうか、思ったことをすぐ言っちゃうような人間じゃない。だから逆に本音と建前使い分けてなんぼの今の世の中ってちょっと生きづらいんだよね。でも飲みの間ではさ、酔うとみんな自分の気持ちに素直になっていくじゃない。確かにね。裏表や嘘、建前、そういうのがなくなってその人の本当の顔が出てくる。そんな世界が私には居心地がいいんだよね。だから転職だと思う。こんなの変かな。いや、すごいです。本当によく考えてらっしゃる。変じゃない。相変らしい答えだな。本当は金目的だろ。もうダメダメ、評価あげないと。変じゃない、相変らしい答えだな。だから押し付けちゃダメなんですかね。相変ってこうだよねみたいな。変じゃない。別に変じゃないさ。立派な理由だと思うぜ。愛花の熱い部分を垣間見れて俺も嬉しいぜ。どうだ。へへ、ああよかった。なんか超照れる。さあ、真面目な話はここでフィニッシュ。ノーモ。うん、あ、ノーマル。あー、難しいね。ふう、結構飲んだな。キリュウさんもなんだかんだかなり飲めるじゃん。さすが店長、やるじゃん。さすがに少し酔いが回ってきたかな。愛花と飲むと自然と酒が進むぜ。お、嬉しいこと言ってくれるね。今日はなかなか楽しかった。また酔えて会えば飲みに行こう
ああ、店の方もよろしく頼むぞ。うん、じゃあねー。オッケーオッケー。レベル上がった。さあ、これで結構いい感じではないでしょうかと。これで、みんなの調子が、あー、絶好調ではないけど、どうだ。まあ、これくらいだったら許容範囲か。ちょっと、千里さんだけちょっと変えるか。スキル高くて、あー、この子がマジでいいんだよな。60。うん、この子に変えて、あとは OK かな。まあ、能力高いし。渡部さんはどうだ？渡部さんも強いからな。スキル高くて。まあ、ああ、千里さんに変えるのはありか。まあ、変えると千里さんやけど、まあ、このメンツで。さっきね、ちょっと、まあ、勝てそうなぐらいの売り上げは行ってたんで、いや、ちょっとこのメンバーで行ってみようか。これでチャンピオンシップだ。行くぜ。頼む。再戦。全く懲りない連中だ。繊細で美しいカブロ町ゴッドクイーンがフォーシャインのようにガサツな店に分けるわけがないだろう。失礼な、うちのお店は雑でもガサツでも野蛮でもありません。あんたのその油断、すぐに後悔させてやるぜ。フォーシャイン、営業開始だ。キャバクラバトルスタートです。よいしょ、再戦。さあ、ついにやってまいりました。勝ちましょうよと。勝負です。勝負だ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンをデラボーノ。ボーノ。ナイスで指名客。これがでかい。さあ、一般トークと。戦力を下がずに割といけたい。このかなちゃんと小雪ちゃんと愛川はマジ強いですからね。この辺をうまく大富豪とかに当てていきたい。一般はねそんなに当てたくない。まあ尾道子ぐらいでいいか。いいでしょう。まあでもパーティーに関しては尾道子の方が高いか。ちょっと高いけど、多分もう愛花さんの方が多分優秀にはなってるんで。はい、ここちゃんと当てたい。大富豪とりあえず当てといて、かなちゃんを。オッケー、どうした小雪ちゃん。メニューね。だからこれ小雪ちゃんをまあ指名なんでね、多分怒られるから、ここは一旦待って、いらっしゃいませ。まあちょっと頑張ってつないでもろて。ああ、愛が行こう。頼むぜ。愛がです、よろしくね。よろしくね。とお会計、ここは頼む。ナイス、これでかい。相手のスキルがな、来たらきついからな。はい、助けを求めてるように見えますが、ナイスナイスナイス。前田ちゃんちょっと体力ないね。結構そこがネックになってきている。ダメだもんな全部。6人しかいないからな、遠くか。いやー、これ終わったらすぐ変えだな。小雪ちゃんにすぐ変えるな。もう小雪ちゃんしか稼いでないな。大富豪外したくないからね、ここはね。レディスグラス。店長も女の子をしっかり支えてくれています。ぐちゃん早く体空いてくれ。やべ、下がっちゃった。お願いします。会計。会計ですね。ありがとうと。ここ。はい、でかい。ここで大富豪を捕まえておく、しっかり。
こう、まあ、うん、いいね。とりあえず、このままで。やばい、返される。マジそれえぐいからな。これ延長いけそうかな。あ、いけた。でかい。お客さんいっぱい来てくる、こっから。で、埋まったら、省エネでいけそう。オッケー。貧乏か。いや、まだ使えないな。お客さん来い、もっと。いらっしゃいます、お客さん。ここで2分が経過。うん。行くしかねえな。いや、一般貧乏富豪では使いたくない。ちょっと頼む。さすがにスキルは2回も使ってこないだろうと。よし。もう一人ぐらい来てくれ。さすがに。いらっしゃいませ。オッケー。助けを求めてるように見えますが、ちょっと待てよ。ここ会計終わらして。あー、ちょっと、レディース。さりげなくフォローします。やばい、時間がない。はい、がつけて。いや、もうこれ使うしかない。行ってくれ。ちょっと頼む。伸びろー。頼む。追いつけ。これ延長できないっけ。できない気もするな。お会計ですね。いやー、これまだ勝てないな。いやー、これ勝てないのか。店長も女の子をしっかり支えてくれています。ありがとうございました。いやー、やっぱなんかが足りないな。店長も女の子をしっかり支えてくれています。やっぱ絶好調じゃないとダメか。いかにもお金持ちな方が。これ絶対行きたい。行くぜ。パーティーはこれからだ。あ、危ない。うう。終了。いやー、無理だな。行けた。俺たちの勝利だ。いけた。あー、向こう結構プレゼント代と人件費高いですね。特別ボーナスももらったし。あ、よかった。危ねえ、勝てました。ギリッギリだな。ミリオネアリーグと最後のリーグですね。ふう、頑張った。いやー、ナイス。これ前田さんはね、ちょっとだけガチャ引いて、いいステータスの子が出たんで良かったです。即戦力。はあ、今回の勝者は、はい、ソーテモリフォーシャインエグゼクティブリーグ新チャンピオンの誕生です。やった。楽器を跳ねのけやりましたね、キリュウさん。すいませんでした。これだけのハンデがあっても負けるとは、どうやら君を買いかぶっていたようだな。もう神崎グループに君の居場所はない。パーフェクトクイーンが聞いて呆れるな。すぐ手放すんだから、優秀なのに。はい、ようこそ、ショーコさん。ショーコ、負けたわ、アイカ。あんた、手加減したんじゃないの？え？本来のショーコの動きはあんなもんじゃない。神崎の目はごまかせても、私の目はごまかせないよ。手加減はしてないよ。ただ、迷ってしまっただけ。迷う？ええ、常に感情を殺し、本当の自分を殺し、パーフェクトクイーンを演じ続けることに、ね。翔子ちゃん、教えてくれないかな？なんでそんなに自分を押し殺そうとするの？こう見えても、昔は感情を出すように自然体でやっていたんです。
人のキャバ嬢としてではなく、一人の人間としてお客さんと向き合いたい。あの頃は本気でそう思っていました。ただ、それで一度お客さんとトラブルになって、怒られた際に暴力振るわれてしまったんです。何？ひどい。それ以来、自分を出すのが怖くなって、私は感情を出さずに作り笑顔を浮かべるようになりました。そして同様にお客さんに粗相があって怒られることがないように、接客技術を磨き、絶対にミスをしないようにしました。その結果、パーフェクトクイーンなんて呼ばれて、それで人気が出るようになったんです。でも自分を偽るのはやはり辛くて、神崎さんに相談したんですが、今の方がミステリアスで受けるから続けろと言われて、私はその日から完全に店の自分と本当の自分を使い分けるようになっていったんです。自分を殺して苦しくはなかったのか？もちろん苦しかったです。でもお客さんはそれを求めているし、プロとしてお客さんを楽しませるのは当然。だからそれが正しいものだと思っていました。フォーシャインさんを見るまでは。え？だってフォーシャインの皆さん本当に楽しそうなんですもの。あのアイカやカナちゃんも昔以上に伸び伸びやっていて、正直ものすごく羨ましく映ったんです。それに引き換え私はこんないい店を罠にはめて、偽りの自分で接客をしてチャンピオンの座を守る。なんだかそれがとても虚しく思えてしまって。証拠。せめて正々堂々と勝負したかった。そんな風に迷いが生じてしまったせいで、接客に集中できてなかったのかもしれません。神崎さんの言う通り、パーフェクトクイーンが聞いて呆れるわ。こんなことで心を乱せたらプロとは言えませんね。いや、それでいいんじゃねえか。え？楽しいから笑う。腹が立ったら怒る。悲しいから泣く。それでいいんじゃねえか。演じることは悪いことじゃない。だが演じることが辛いんだったらそんなのやめちまえばいいさ。本当のお前は偽りの仮面を被らなきゃいけないほど魅力がないのか？俺はそうは思わないぜ。いいこと言うなぁ。キリュウさん。嬉しい。そんなこと言ってもらえるの初めてだから。お、笑った笑った。なんだ、しょうこ、普通に笑えるじゃん。デレデレしやがって。ちょっと、からかわないでよ。ふ、だが、アイカの言う通りだ。嘘の笑顔なんかより、今の自然な笑顔の方が何倍も魅力的だぜ。あ、ありがとうございます。ねえ、しょうこちゃん、もしよければ、あなたも一緒にフォーシャインで働かない？私も、ですか？わあ、ぜひ入ってください。いろいろ教えてもらいたいし。そうだよ、一緒にやろうぜ。な、いいよな、キリュウさん。ああ、だが一つ条件がある。常に自然体で接客することだ。ああ、パーフェクトじゃなくていい。お客と喧嘩になることがあっても構わねえ。キャバ嬢としてではなく、一人の人間として、本当の証拠として、客と向き合ってくれ。約束できるか？はい、もちろんです。よろしくお願いします。キリュウ店長。ふ、こちらこそよろしくな。よいしょ、絶対強い。よっしゃ、そうと決まれば今日は歓迎パーティーだな。そうですね、そうと決まれば今日はキリュウさんのおごりで歓迎パーティーです。じゃあキリュウさんのおごりで歓迎パーティーと行きましょう。おお、まあ大丈夫、400万近くあるから。おい、何勝手におおとか言ってやがる。いいじゃないですか、利益還元、利益還元。ああ。ふふふふふ。ああ、よかったですね。自然と笑えるようになって。謎の男、これで残すはミリオネアリーグのみか。いよいよ追い込まれたね、神崎くん。ち、すまなかったよ。別に謝る必要はないよ。僕は神崎くんが勝とうが負けようが、結果的にキャバクラグランプリが盛り上がって視聴率が上がればいいんだからね。ふん、よく言うぜ。お前にいくら金を横流ししてきたと思ってる。俺がいなくなったら今みたいな生活はできないぞ。まあそう言われれば確かにそうか。仕方ないね。フォーシャインさんには悪いけど、次は絶対に負けてもらおうかね。あんまり不正とかは好きじゃないんだけど、神崎くんと僕は運命共同体だからね。何やる気だ。あ、そっちはよろしく頼む。こちらでもさらなる手を打つつもりだ。へえ、なんだろう、期待しとこっかな。しとこっと。誰だ謎の男って。知ってる人かな。ふふふ。また裏に手を回したの？ああ、これで確実にあいつらは勝てない。だがもしもの時のためにもう一つ安全策を取っておくとしよう。安全策？それがさっき言ってたさらなる手ってやつ、一体何をする気？すでにヨーダさんに動いてもらっている。あれさ。え？あれ？
これって小雪ちゃん？小雪ちゃんをどうする気なの？キララ、あとは見てのお楽しみだよ。フォーシャイン、今度こそお前らは終わりだ。やべえ、小雪ちゃん封じられるのはめっちゃきついぞ。例の件、命令が下りました。そうか、じゃあこっちも動くかの。失敗は許さんで。何？なんか変な子、変な喋り方だ。そうか、じゃあこっちも動くかの。失敗は許さんで。関西弁か？任せてください。必ず成功させてみせます。必ず。やべえ。はい。というわけで、ああ、また愛香さんのはいけますね。翔子さんちょっと話聞いてみようか。キリュウさん、本日もよろしくお願いしますね。はい。あ、じゃあ翔子ちゃん能力をちょっとチラ見しますか。あ、なんだ？あ、ついに最後のリーグ、ミリオネアリーグでの戦いが始まりますね。ミリオネアリーグか。一体どんなリーグなんだ？ここは今までのリーグの中で一番お金持ちが集まるリーグです。景気よくお金が飛び交うので、稼ぐにはもってこいですね。その分お客様が求めるハードルも高いので、女の子が総合的にしっかりしていないと戦っていくのは難しいリーグですね。なるほどな。さすが最後のリーグというだけあるな。特にチャンピオン、なんて読むんだこれ。錦糸町って、錦糸町の市ってこんな字だったっけ？プラチナムゴッドのエース、ユアちゃんは圧倒的な支持を集めていて、国民的キャバ嬢と呼ばれています。国民的キャバ嬢。はい。はい、とにかくアイドルみたいな感じでカリスマ的なオーラがある子なんです。彼女に勝つには、彼女の絶対的なオーラを打ち消せるエースの存在が必要不可欠と言われています。後ろに小雪ちゃんが聞いてるぞ。エースか。エースか。いや、小雪ちゃんよ。エースは。間違いない。あ。エース、確かにエースは4人いるな。しかし、やっぱすげえな、翔子は。さすがエグゼクティブリーグのトップテンポのエースだっただけあるよ。そうですよね。接客がきめ細かいというか、さすがパーフェクトクイーンですね。そんなことないわ。私からしてみたら、かなちゃんの可愛らしさや愛花の爆発力の方がすごいと思うし、羨ましい。本当、すごい人たちと一緒に働けて嬉しいわ。私も負けないように頑張らなきゃね。おー、翔子に褒められるとお世辞でも嬉しいな。燃えてきたね。そうですね。私も翔子さんや愛花さんに負けないように頑張らないと。あー、自信なくしちゃって。あら、小雪ちゃんどうしたの？いや、なんでもないです。今日はお先に失礼しますね。いやいや、圧倒的よ、小雪ちゃん。小雪のやつ、元気がないな。ええ、どうしたのかしら？おう。はあ、みんなすごいな。ユキさんみたいになりたくて、キャバ嬢やってきたけど、まだ全然だな。かなちゃん、あいかちゃん、しょうこちゃん、みんな本当にすごいし、魅力的。それに比べて私はボンミスばかりのチンチクリン、どんどん抜かれちゃうな。ユキさんみたいにエースになりたいな。はあ。いけないいけない、落ち込んでばかりもいられないね。頑張れ、小雪ちゃん。うん。やばい、誰だ？あ、あいつか。ん？あ、出た。パッとしない男、ヨーダ。さらわれんのか？キリュウさん、小雪ちゃん知りませんか？いや、知らないが。電話にも全然出ないんですよね。一緒にチラシ寿司を作る約束だったんですが。あいつが無断欠席なんて珍しいな。というか、初めてですね。何かあったのかな？まあ、あいつのことだ。すぐに連絡が来るさ。それまでは他のメンバーだけで戦うしかないな。何もないといいかな。はい。はい、そうですね。何もないといいんだけど。ああ。え？やっぱり、小雪が行方不明になりました。以降は小雪抜きで戦うことになります。うわ、きついなぁ。はい。というわけで、やっぱりね、次は小雪ちゃん抜きで戦う感じになりそうですと。うん。ああ、小雪ちゃん欠席になってますね。
ああ、じゃあまあ早速入れ替えときますか。ここは翔子ちゃんでいいよね。ああ、スキル高え。ありがてえ。スキル高い人ありがたいですからね。あ、ここも休みか。まあ、総合力がいるみたいなことは言ってましたから。まあ、ゴールドキャストを育てていってもいいが、やっぱゴールドキャストの方が伸びはいいですかね。あ、じゃあこのともみさん入れ替えといて、まあ、しょうこさんもね、ちょっとレベル上げて、ちょっとお着替えはしたいと思います。はい。終了します。はい。というわけで、今回もね、ちょっとキャバクラリーグやっていきましたが、まあちょっとキャバクラリーグ、最後のやつはね、ちょっとパーっとやっといて、まあちょっとさすがにキャバクラやりすぎなんで、他のストーリーを進めたいと思いますと。はい。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。また次回見てください。また、やろやー。